テレポビズ。厚生労働省は20日、警察庁の統計に基づく2022年の自殺者数が2万1584人となったと発表しました。前の年と比べ577人増え、2年ぶりの増加となりました。男性が全体の7割近い1万4543人で、前の年より604人増え、13年ぶりの増加となりました。一方、女性は前の年より27人減った7041人となりました。厚労省担当者は、40代から60代の男性のほか、失業者や年金生活者らで増加が目立つ、著名人の自殺の影響もあったのではないかと分析しています。